ものづくりの街として今再び注目を集めている台東区で、ものづくりの魅力をアピールする街歩きイベント、モノ街が開催されています。御徒町、浅草橋、蔵前など台東区の南部は革製品や紙製品などを中心とした職人の街ですが、クリエイターたちが職人の街のイメージを変え始めて今再び注目を浴びています。その象徴的なイベントとなったのがモノ街で、至る所でセールやワークショップが開かれ、街丸ごと楽しむことができるようになっています。実際にものづくりを体験することもできます。かわいいですね。こちら革の表紙でできているノートです。私も早速このオリジナルノートを作ってみたいと思います。これは3つのショップを渡り歩いて世界で1冊の革のオリジナルノートを作るというものです。まずこちらの革小物の老舗野村製作所で、およそ30種類の革からノートの表紙を選び購入します。次に表紙を持って文房具店柿森へ。リングの色や留め具を選び、中に挟む紙をおよそ100種類の中から選ぶと、その場でノートにしてもらいます。そして最後は老舗の箱押し屋田中箱押し所に向かいます。出来上がっているこのノートの表紙に、今最後の工程である私の名前をこの箱を押し込んで入れていただいています。世界で一つだけのマイノートの完成です。また若手デザイナーらが廃校になった小学校の教室をアトリエとして活用し、イベント期間中は特別に一般公開し、デザイナーの仕事場を見学することができます。ものづくりしている職人さん、工場さん、問屋さん、普段業者を相手にしている人が直接お客さんに自分たちのものづくりの魅力をアピールしよう、作り手の考え方や技術や背景を伝えることで、もっとものの魅力を感じてもらおうというイベントです。このイベントは今日と明日の2日間開催され、2万人以上の来場者を見込んでいます。